こんばんは、サンゴンです。今回は上里彩香さんのために飴の間影打ちという武器を入手したいと思います。こちらはですね、コメントで皆さんに教えてもらったんですけど、見て、このさ、私が読めないと思ってさ、みんな振り仮名振ってくれてんの、すごくない？こちらの武器はですね、稲妻の世界任務をやると取れるらしいので、稲妻の世界任務、世界任務ない、私まだ発生してないな。まず世界任務発生させるところからやらないと。なんか稲妻のハレン島っていうところにいる人を助けるとできるようになるらしい。鳴神島らへん、あ、これだ、あ、人連島だ。こっから行くか。召喚乗る。お、すごい、ボートに乗ったままこれ調べられんの？あ、これどこだ？あ、着いた？あ、着いたわ。泳いでいけるかな。入りまでなんちゃんで行こう。これでイエランのさ、アビリティ、あ、無理か。よし、たどり着いたぞ。金属の鍵。鍵かかってる扉なんかあったっけ？芝門二郎を助ける。金属の鍵を4つ集めるだって。あ、じゃあさっき1個取ったから、あと3つか。向こうか。戻んないとか。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、この作戦。あ、この辺にあるんじゃない？あった！ 2 つ目発見。あと2つ。すいません、金属の鍵、知らないんすかね。痛い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 。邪魔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 。あ、オッケー、三つ目発見。あと一個。あと一個。あ、ここにありそう。これとか？あ、これだ！全部回収。で、これでどっか開けんだよ。どこ開けんだろう。あ、犬が捕まってんだけど。この子助けんのかな？犬を閉じ込めるなんて。絶対に許さん、お前を。よし。今助けてあげるから。待ってて。はい。あ、来た！あ、びっくりした。餌あげたい。餌あげたい。餌あげたい。餌あげよう。餌あげよう。はいはい。餌、はいはい。ほら、餌だよ。あ、おい、おい。おーい、餌は、餌は、餌、餌、あげたのに。君、私の餌を置いてどこに行くんだい？あ、これ、何？私をここに連れてきてくれたんかい？ありがとう。わわわわわわわ、めっちゃいいじゃん。その調子で私をどんどん宝箱のある場所に連れてってほしい。あ、なんか人が捕まってるぞ。あ、こいつがあれか、柴門さんか。待ってろ、今助けてやる。あ、ちょ、え、あ、ちょっと待って、檻の鍵持ってないな。話しかけよう。僕、鍵はどこにあるか知ってます？鍵はあそこの木の上にあります。その上、あの木の上で光ってるところが見えますか？見えないです。あ、あっちか、あれだ。あ、鍵取ってやるか。よし、オッケー。開ける。はい、出た。柴門二郎、よろしく。お宝を探す専門家。あ、そうなんだ。お宝の門にある鍵を開けるには4つの石板が必要。あー、待って、石板探すのに結構大変そうなんだけど。近いとこから行こう。こっから行くか。出発。あれ、ここにあんのか。本当に場所合ってる、これ。ワープポイント付近の船、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 え、あ、こっちか。あ、こっちだ。え、違うな。あれ、この辺にあるはずなんだけどな、ワープポイント。なんでないんだろう。ワープポイントが見えてないんだけど。最新なんとかかんとかをクリアする必要があります。だってこの辺に行けばいいらしい。あ、こりゃ大変だぞ。いや、でもこれは全て私のお嫁さんの上里彩香のためだ。頑張れ私。ここだ。大きな狐の前でヒントを確認し、大きな狐、大きな狐。うわー、なんかいいな、ここ幻想的で。これなんか、でも全部、あ、もう、え、どれ？狐の大きさ全部一緒だよ。あ、あれだ、あれはでかいぞ。ヒントを？え？これで雷じゃない？逃げ道はありません。あれー？なんか幽霊に話しかけて、あの狐の前でヒントをもらうって書いてあるんだけど、いないんですよね、私。私の目に幽霊が見えないんですよ。お昼の11時だからかな。やっぱ幽霊って言ったらあれか、夜中の2時ぐらいじゃない？ね、いないんだけど幽霊。どうした？なんでヒントくれないんだ、お前。わかった。この前にやらなきゃいけない世界任務があるらしい。コンダ階段。これやんないといけないらしい。あ、これか。じゃあ私これさ、一回やったんだよ、動画界で。でもさ、宝が見つけらんなくて、諦めたんだよ途中で。これやるのか私。どっかの井戸から下に行くんだよ確か。あ、これだ、ここ、ここで。そう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 、この辺こうやってくぐって、ここら辺の謎解きが全く解けなくて諦めたと。これ持ってこの中行ける？あ、いけた！なんだよ、簡単じゃん。こっから私、はじめましてだ。巫女さんからもらったなんとかをはめてみよう。あ、これね、浄化、始めます。おー。なんだ？序列を変える？え、わかんないんだけど。それ変えたことによって何が変わる？同じ勲章？同じ勲章にする？あれと同じ感じにしろってこと？ 1、2。あ、1、2。この数を増やしていけばいいのかな？3、で、ここを4にするのか。4、で、ここ最後5にすればいいんじゃない ?5、あ、これでどう？これでいけんじゃない？来たー！来たぜ！やればできるじゃない、私。おりゃ！あとちょい！
よし、結界を解いてください。大変助かりました。このミコさんの服装良くない？私もこれ着てみたいんだよね。このような結界はまだいくつかあります。どうでしょう、私に力を手伝います。はいはい、これでようやく進んだぞ。幽霊いる、幽霊いる。あ、でこれで狐の前でヒントを得ると。言霊を持って包め言霊を持って包め物をここに封印する。ここに3名の式神を残し守護せん。それらが集いし時次へと至る。これでおそらくあの幽霊たちを集合させるんだよね。話しかける順番があるんだよね多分。屋根の上、おお、いる、あんなとこにいる。まず屋根の上に話しかけて、え、次がわかんないな、これどっちに話しかけたらいいか。手前かな。え、これ合ってんの？なんかすごい間違えてる気がする。ね、間違えてるじゃん絶対。だって屋根の上戻っとるよあいつ。え、やった、宝箱3つももらった。なるほど、これで鳴神大社に行くのか。追憶のレンズを使うとレンズを通して周りの世界を観察することができる。はいはいはい、おお、本来見えないものが現れ、おお、では第3句。そうだな、これがいい。油揚げ、早く来い。呪文の第3句それにしたの。封印を解く時が来た。1句目はこれ。3句目は覚えてる。油揚げ、早く来い。はい、勤め物獲得しました。はいはいはい、結界を破る。はい、浄化します。これむずいな。あ、違うな、四角形になっちゃった。これ全部2にしたらどうなる。ここに集結するよね。あ、なるほどね。1から2の真ん中に行って、で2の真ん中から周りの3へ向かっていくみたいな。はい、来ました。5箇所の結界を破り、汚れの化身を排除する必要がある。なんかまだまだ長そうだな。あ、これでね、はい、ここをね、はい、浄化しますとね。はいはい、なるほど。うわ、むずい。あ、来た、やった。あー、これか、勤め物ね。オッケー、これで結界解除の時間ね。うわ、複雑だな、またこりゃ。来た来たー、よし。この謎解き難しいけど楽しいな。オッケー、ラスト1個だ。ラストは鎮守の森、最後の浄化。星ですかね。星ではないか。あ、分かった分かった分かった。右側3つを1にして、で、左上を2にして、左下を3かな。あ、1ないんだ。1ないんだよ。1ないんだよ。いや、右下の1は絶対変えられないから、左入れる。来たー、やっと来たー。オッケーオッケー。なるほど。これで、お姉さんに会いに行くと。あ、いた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 。お姉さん、やっと見つけた。戦闘してませんけど。ほら、今隠れて姿見えないでしょ。終わって戦闘モード。もうそんなに倒してほしいなら倒してあげるよ、もう。あ、もう通れなくなったじゃん。ようやく話しかけられた。なんとか山の底の割れ目に向かい。おー、結界が解かれるぞ。ここに飛び込んでいただきます。本当に飛び込んでいいのか？信じるぞ。いいんだな、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 いいんだな。戦え3号。やばい、ビリビリあるから、ちょくちょくあの種取らないと。図形を観察して結界を破り、浄化をなんたらかんたらかんたら。おほほ、マジか。3、やばいやばい、ビリビリが来てる、ビリビリが。よし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 。おー、なんか落ちてきた。え、これ攻撃すればいいの？あ、攻撃食らってる？あ、食らってるな。これめっちゃ時間かかるな。あ、なんだ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 、やばい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 、暴れてる暴れてる。いやー、食らえー。あ、元素スキルが結構効くかもしれない。なまった。これで、ね、いけますでしょうか。はい、いけ、奈々ちゃん。うわー、なんだなんだ、なんか噴射した。あ、雷電さんもめっちゃ効くぞ。よっしゃ、すごく大変だった。いなくなっちゃうのか。カサンザトさん。あー、カサンザトさんが浄化されていく。あ、すごい、桜めっちゃ入ってきた。お面だけ残していなくなってしまった。うわー、これで終わり？はー、長い。長すぎる。いや、でもこれで終わりじゃないんだよ、私。だってまだ武器全然、武器取ってないよ。なんで私これやってたんだっけ。石板を探してたんだ。え、じゃあこれで私石板入手できるのか？あ、これのどっかにあるんじゃない？どこだどこだどこだ。あ、これじゃない、これじゃない。この光ってるやつじゃない？あ、違うわ。え、わかんない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 。いけそうなのにいけないな。ちょっとわかんないから、先に精霊さんやろうかな。あ、開いた。下いけるぞ。これ水をどっかから引かせないといけないのか？これどうやって水引かせんだ？あ、これであれか、さっきの仕掛けか、もしかして。いや、これむずいんだって、マジで。まあでも、これがこっちに向いてるってことは、多分こっちの面で全部、色付きのやつで合わせろってことでしょ？それはわかるんだけど。ダメだ！揃いそうで揃わん。ブロックを動かす途中で3面が同じ方向を向くタイミングが発生する。3面が同じ向きを見たら3面だけの武器を変えれば4面の武器を揃えられる。はい、わかんない。全部合わせればいいのか。あー、来たー、やっと来たー。え、あ、来た。これいけるぞ、これでいけるぞ、やっといけるぞ。
来た。やだ、もうやだ。あ、若干引いてるけど、若干引いてない。これ泳いでいけそう。あったあった、石板。石板2個か、あと2個だ。やばい、こんなに大変だと思わなかったな、武器獲得に。あった、石板。よし。で、最後がここだ。で、これでワープポイント出てきてるんですか？果たして。え、絶対ないな。これ地下だな。海の中だから下だから、さっきの続きやんないといけないかも。うわー、これまた、ああ、やばい！これまた絵合わせか？もう私絵合わせトラウマなんだけど。あ、いける！よっしゃ。あ、違うわ、宝箱だった、ただの。あ、水引いた水引いた水引いた。これで進んでいけばあるんかな。くれー、石板が欲しいだけなんだ。ワープポイント見つけたぞ。この近くにあるぞ。船だ。あ、あれじゃない、この辺じゃない、この辺じゃない。あれ、これ船じゃないか。あれ、これ船じゃないかも。あ、こっちか。あれないなあ。あ、これか。あったー、ラスト。長かった。さあ、ここまで。芝門さんとこに行こう。これでいいんでしょ？いや、違います。まだ一つ足りません。離島から海を隔てた崖にある滝に地図を記しておきます。離島から離れた滝？この辺のどっかで採掘でき？お、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 来た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 。あ！ここにはない。他のところ。オッケー。そしたら、別の滝のとこに行く。オッケー。別の滝。どこだ？採掘ポイントがない。あれ、ここじゃないのかな。柴門さん、もっと分かりやすいところに埋めてくださいよ。え、もしかして同じ滝？そうだわ、絶対ね。そうだわ、絶対絶対。そうちゃん、ほら。あ、いなくなったぞ、柴門。あ、ここか。あ、なんかまた捕まってるぞ。別に私柴門さん助けたいと思ってないんだけどな。旦那様のウルトで登る。うざいんだ、お前みたいに遠くから攻撃してくるやつが一番。オッケー。まだか、長いな。あー、終わった。まだか、めっちゃ来るじゃん。どんだけ狙われてんだよ、柴門さん。やばい、ちょっと待って、こんなに大量にファーディーいるとさすがにきついぞ。オッケー、倒した。よし、あとこいつ、こいつは防御力が高いんだよ。オッケー、あと1体じゃない？おーりゃ、よっしゃ。宝箱の影を入手。あ、これか。わーい。あ、なるほど、ここにね。はい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 。一筆書きですか、これ。イエーイ。あー、いたー、いっぱいある。なんか、うん、なんか全部食べ物。本田村行って、で、誰だ？村長か？あ、次郎ってここの息子だったんだ。なんか覚えてるわ。息子がいるっていう話を覚えてるな。やったー、やっと終わったー。ね、待って、3時間36分経ってんだけど、やばくない？合成かな？いや、合成じゃなさそう。お前か？あ、これだ！これ作るのにもまだ材料必要なんか。いや、しんどいこれ。こっからまた材料集めが始まるのか。頑張ろう。あと少しだ。私よ。いやー、なんか普段はさ、すごい見かけるのにさ、紫のやつ。こうやって探してる時に限って見つかんないんだよな。あれだ、こういうラバだ。こういうとこそ。やっぱこういうのってさ、見かけた時に絶対取っとくべきだよね。こうやっていつかすごい数必要になるからさ。やばい、眠くなってきたし。これも全部神里彩香の、私の嫁のためだ。頑張れ。あ、なんかこれ壊せそう。なんだ、蝶々か。まあでもこういうのもね、いつか必要になるかもしれんから取っとこう。さゆちゃん、それ登って。44だから、あと40個ぐらいか。13個。はぁ、あ。てなんだこれ、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 ぐらぐら。近寄れませぬ。でも欲しい。う。避けながら。避けながら。危ねえ。あー、やばい。欲張った。いた。あ、いたいたいた。あ、たたた。あ、たたた。あ、たたた。今何個だ。あ、91。あと白鉄の鉄。白鉄の鉄。よっしゃ、50個揃った。あ、これでいけるか？来たー！長すぎる！なんだこれ？すごい、もうおすすめしてくれたな、みんな。甘め影打ち。開始！はい。お願いします！意外と早くできるじゃん。よし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 。お試しで誰か片手剣の人、これ使いたい人いますか？アルハイゼンとかにつける？これか！うわ、かっこいい！見た目かっこいい！うわ、なんか神里彩香使いそう。これ強化しとこう、今のうちに。これ集めに行くか、今から。ってことで、頑張りまーす。